さんこんにちは、こんばんは。マイリトルファームが大好きなおばてぃです。今回のテーマはもらわな損損、一体どんな意味なんでしょうか。よかったら見てください。もらわな損というのはもうそのままなんですけども、特に危険もないようなものだったらもらっておくとお得だよということをいくつか紹介したいと思います。はい、一つ目です。こんな感じにですね、ふんわりふわふわキラキラしながら浮かんでいます。これはですね、ゲームの広告なんですけども、これを一回見ればジェムを1個もらえます。正確にはブルージェムを1個もらえます。最初私ちょっと臆病者なので、私が試してみて大丈夫だったので、臆病なオバティが試しても大丈夫だよという、だって大丈夫だったよという意味でご紹介しています。他のゲームとかって広告が唐突に出てきたりですね、広告邪魔だなみたいなことありますよね。これはですね、ファームの片隅に何気なく出現します。で、これですね、広告が終わったら閉じるだけ。まあもしですね、その広告を見てこのゲームをやりたいと思った方はもう それはもう自己責任でお願いいたします。遊ぶかどうかとかね、その先のことは自己責任なんですけども、ただ広告を見て見終わったら右上の閉じるのボタンを押して閉じてしまえば何の危険もありません。2つ目のもらわな損損はガチャのですね、一番最初の方は無料でガチャをできるサービスがあるので、それはぜひやってみましょう。おじいおじいおじい、この人の正体は何者なんでしょうね。始めてすぐですね、ファームのどこかにこの人がいると思います。世界地図か土星みたいなね、キラキラしたもののそばに王子かなんかみたいなのが立ってるなって思って、これなんだって思ったんですけど、これはまあガチャですね。私はですね、最初の段階で無料のガチャはやってしまったので、黄色いチケット1で1回トライみたいに出てるんですけども、このガチャというのをですね、初めて開いた時に1回サービスっていう項目があったような気がします。この無料 での1回サービスガチャをやってみて、引いたデコをファームのどこかに設置してみてください。ハッピーセカンドというタッチしに来る楽しいことがあるんですけども、それはこのデコをタッチしにみんながやってきますので、無料で引いたデコを設置してみるといいと思います。でちょっとですね、今もう無料でっていう風なのが出てないのですけど、一回トライというのが出てるのでなんかやってみますか。どれにしようかな。リスベーカリー、夜のユートピア、夜のユートピア、これ持ってるものにはですね、なんかマークが入ってますね。ちょんちょんちょんっていうマークが入っています。ですので、私は無料の段階でこのもらえるものはそれぞれ1個ずつは持ってるということですね。これはでは夜のユートピアではないものを見てみます。ちょっと待てよ。
この件は今終了、販売終了となってますというのもあるんですけどね。期間限定だったり。ロンドンティータイム、これも販売終了ですね。ニスベーカリーも無料のサービスを使ってもらえるものは全部もらって置いたみたいですね。ちょっと一回このカラフルピクニックの中からチケット、これを使ってトライしてみたいと思います。購入しますか？と聞かれるとちょっと怖いんですけど、確かチケットを持ってるのかな？ちょっと押してみますね。このチケットというので購入と言われるとちょっと初心者の私みたいな人はビビってしまうんですけど、チケットを持っているのでそのチケットをで購入という意味のようです。ではタップしてくださいって出てますので、これもうでももらえるもの決まってんのかな、すごくいいものが出たりするんでしょうか。タップ、これ持ってないから嬉しい。確認、どれを押せばいいの？パステルフラワーピック2個もらいました。すぐ設置する。これがですね、今編集モードというのになってるんですけども、デコレーションは編集モードを使って、いろんな場所に移動とかで、移したりできます。で、保管箱に今もらったパステルフラワーピックが入っているようなので、よいしょ。どうしようかな。コート。ちょっと斜めにこうしてみるか。こんな感じで設置してみました。で、編集モードは画面の右下の編集完了というところをタップすれば元に戻ります。で、このフラワーピックはグリーンポイントがプラス15ということなので、グリーンポイント 15×2 合わせて30ポイントですね。私のファーム内のグリーンポイントがアップしているはずです。で、このグリーンポイントは多い方がいいというか、多くないとクルトンの仲間が増えなかったりしますのでね。この無料のガチャを利用してグリーンポイントを皆さんも貯めてください。で、この王子様もね、私はもう隅に片隅に追いやっちゃったんですけど、こう長押しすると入れる場所変わりますので、決められた範囲の中にいろんなものを置いてるので、今はもう片隅に追いやってしまいました。ごめんね。ちょっとしたお礼だけど、積もり積もれば山となる。枯れ木のヘルプを見つけたら再生のお手伝いをしましょう。再生のお手伝いとは一体どういうことなのかと言いますと、果実の収穫は3段階行うことができまして、段階を踏むごとに収穫量が少しずつ増えます。でも最終的には枯れ木になってしまいます。で、そこでですね、斧で切ってしまうか、それとも誰かお友達に助けてもらうか、どちらか選択できるようになっています。今、いちごの実を収穫してみました。で、こんな風に枯れ葉になってしまいました。で、この枯れ葉の部分をタップすると、斧で切るか、ヘルプを出すか、どうしますというような選択が出ます。そしたら、斧は貴重ですので、ヘルプ、の方を助けを求めるという選択をしましょう。そうすると友達が、見つけてですね、
タップしてくれる、このびっくりマークをタップしてくれることでもう一回果実を収穫できるようになります。お友達のアーアーさんが私の枯れ木を発見してタップしてくれたということです。で、ここタップするともう一度生き返ります。ありがとうございます。では逆にですね、自分がお友達をどのように助けてあげられるかなんですけども、枯れ木のヘルプを求めている人のファームに行くとですね、ファーム名の下にきっとびっくりマークが出ますので、そこをタップすると具体的に枯れている木のところに自動的に動きます。見つけたら枯れ木をタップしてあげてください。今何か切手みたいなのが上に飛んでたの見えましたでしょうか。あれはギフトボックスを手に入れるためのギフトコインになります。なかなかですね、商品のヘルプだけではこのギフトボックスたまらないという方は、枯れ木を見つけ次第タップして再生してあげれば、塵も積もれば山となるで、ギフトコイン2000を貯めるための立派な足しとなっていきます。で、こちら2000コインと貯まりますとレアアイテムとかねもらえますので、私はこれをいつも楽しみに開けています。もらわなそんそん、最後は宝箱です。時々ですね、自分のファームの中でこうキラキラしてるところがあったら宝箱が出現しています。結構ね、果物の木の陰とかにあるとちょっと 見えにくかったりするんですけど、あれ、なんかキラキラしてるとこがあるぞと思ったら、ちょっと見て、よく見てみてください。そうすると宝箱がこんな風にね出現していたりします。宝箱の鍵をブルージェムで開けますか。はい、これはジェムを使えば開けることができますが、貴重なジェムなのでやめます。ごめんなさいです。そうすると宝箱が消えます。これ何回かね、ごめんなさいって繰り返していると中のものはいずれもらえます。ということで、今回はもらわなそんそんをテーマにお送りしてみました。最後は王子が手を振る姿でお別れしたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。